ちは。今回は逃げ上手の若君第11話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。ヒップアタック、エッチじゃん。マータ性癖壊れちゃう。お酒に酔うとエッチになるアニメは名作。つまりこれ軽女だね。乳首で一本背負いしなきゃ。羨ましい。バリと死に場所を見つけに行く感覚は現代でもあるらしい。日本に生きていたらわからないだろうけど、我々の業界ではご褒美です。急にクレシン始まった。子供に酒を飲ませるなんて非合法なアニメだな。この時代は非合法ではないんじゃ。なんというご褒美。尻を差し出してるんだから使いなさいよ。若様のプリキツで賢者タイム。9歳なのか。数え年だと9歳って7、8歳なんだよな。まあ敵が逃げるならついできかけないとね。この時代は国士ってこんなに権力あったんだな。尻で目が覚めたわ。尻が痛い、意味深。やっぱり汚いレスばかりじゃないか。尻がなぜか痛いオス。酒を飲んで酔いつぶれて気づいたら尻が痛い。これは尻が痛い。尻が痛い。あ、尻にしく、意味深。初他の尻で説得できない男はいないからね。尻が痛いとか言うから寝てる間にね、刺されたのかと思ったわ。さっきのヒップアタックのことか。今週はなかなか面白かったかも。二毛作で麦作ってたけど、泡とか冷えは作ってないのかな。吹雪の小麦に対する愛のシーンで、あの時代にはないであろうツイストドーナツみたいなのが出てたけど、もしかして吹雪も未来史能力あるの。尻笑った。相変わらずシリアスと笑えるシーンの楽さがひどいな。楽しいな。楽しすぎる。いいところで終わった。今回の鬼ごっこ開始、作者はどこまで描く気なんかな。我が軍は逃げることばかり上手に。まあ確かに平家の弾頭は四国の山奥まで逃げて逃げて逃げまくって、現世まで生き残ってるわけで、逃げるのもありってのはある。あれもしかしてラスエピなのにヒロイン二人見せ場ないのか。これって実は生放送。なんか正論めいたことを言ってるけど、結局は自分たちが生き残るために星野を利用したいだけだよね。和歌の初期からの味方だったあの巫女三人衆はどうなったんだ。漫画でも死んだ描写なかったよな。今週も面白かった。今週はなかなか面白かったな。顔をうるさくして笑いを取ろうとしてるだけだっていつも思ってた。作者の自虐ネタとも取れる。力様は御用だったらしいな。死に様みたいなネガティブな意味で使うのが正しかったらしい。逃げ若実写化は年齢的に難しいかな。原作ストックあるし普通になりそうやね。あの耳の良いおっさん、もっと情報要員として使った方が良いと思うだけど、なんで使わないんだろう。もしかしてそろそろ最終回なのかな。来週で終わり。とてもじゃないが当分中仙台の乱までは届かないんだな。クローバーワークスはどんどん新作やるからな。続きやってほしいアニメたくさんあるのに。続きやるにしてもクローバーでやるとは限らないよな。続ける気のないサブタイ悲しい。ジャンプだからよ。ほどのことがない限り最後までやるよ。やるだろうね。逃げて生きれば何度でも戦うことができる。なぜ玉砕なんて思考が九軍では蔓延したのか。九軍はつくづくの気草が増えてな軍だった。キスカ島の撤退くらいやろ。うまかったの。太平洋戦争はしゃあない。民族自決しないと叩き潰される世界観だもん。このアニメ本当に絵柄がすごい。原作からして絵がすごいんだろうけど、絵の上手い漫画家さん、めちゃくちゃ増えてきたよな。私はあなたの死に様に何の興味もありません。誇りある死に様は綺麗に見えても逃げてるだけ。この時代では普通でも、生きたい若からしたら間違ってることなのかもな。死に様じゃない若の生き様、若の逃げ上手と生き様を知れた良い回でした。次回も楽しみ。死んだらそこでお前の歴史終わりだもんな。自害する暇があるなら死ぬほど生きるって若の考えすごく良い。今回の戦は逃げるが勝ち。逃げるのは得意分野だから負けるわけがないね。
今週元木由紀くんと長者党の面々は可愛い。そして敵も味方も濃ゆい。相変わらずギャグは過激で血生臭い。国士の横暴や戦など実際にあったことかと思うと本当に恐ろしい時代だと震えます。次回最終回、長者党の活躍とクライマックスのカタルシスが楽しみです。死に様より生き様を潔く死なずに、弟子としてみっともないかもしれなくても気よく生きていこうぞ。この逃げ上手から軍、そして軍の逃げ上手へ、未来を見据えた一歩から、ともあれやべえおじさんたちの大渋滞すぎる。星名党の名前も提供もやりたい放題だ。アホの統治者は国民を圧政すれば、自分たちの生活基盤が緩むということがわからないんだよね。本当に武士は潔く戦って死ぬことを美としていたから恐ろしいんやけど、その先は太平洋戦争の結末見ればわかるよね。人の大量消費ほど愚かなことはないねんよ。今回は味方を逃がすという自分だけではなく他の人もという話だが、稲田式脳筋を正論とヒップで説得するのさすがは次郎時行様である。ただし来週最終回のため俺たたエンドになるのは確定だが、あ、冒頭のわずかな時間でその悪辣ぶりを見せつけた国式清原や、出会って5秒でその脳筋ぶりを見せつけた諏訪新党の星名たちと、この作品のキャラ立てのうまさには舌を巻きます。あと星名を説得した言葉に逃げて生きるとき雪だからこその説得力が感じられてよかったです。横暴国士からの撤退戦、命の軽い武士たちを前に、北条の子として修羅をくぐってきたとき雪こその生き様が映える一話。この逃げから集団の逃げへとステップアップを図るとともに、とき雪の将としての器や矜持を描く鮮やかさに感服。それにしても敵味方双方とも顔がうるさい。逃げは噛みながら暗殺教室を思い出して、松井先生ってやっぱりキャラ立ちさせる速度早いよなと感じてる。おかげでキャラクターを覚えるのに時間がかかる自分でも分かりやすくてストーリーに置いていかれずに済んでる。一気の最後は将としての逃げ戦を完遂して終了ってことか。確かにいい区切りだな。中盤の滝木のシーンも最後の馬上の会話も、今回は若と九次郎の二人会話多くてよかったな。ポジローって時行きの右腕ポジだけど、ちゃんと二人で喋ってるシーンってそんなに多くないから貴重なんだよな。次回サブタイが、俺たちの戦いはこれからだ的な、二期やらなくてもそれはそれで終了としても大丈夫と取れるような描写でちょっといいや。円盤もグッズも買うから、頼むから逃げはか二期やってください。逃げ上手すぎるとはいえ、最初はピルピルした子犬だったのに、武家の死生観と戦場の紅葉によった星名の老頭を顔がうるさいとか、領民堂住んだとか、お前の死に様に興味はないって言い切って目を覚まさせる時雪様、すでに総大将の器で建国が多すぎる。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。